はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日ですね、自転車でゴクラ&プレイの山手線のね、最終場面をやっていきたいと思います。大阪からどこまで、新宿まででいいのかな？やっぱね、電車で行こうって言ったら山手線なんですよね。205系の山手線ですね。車掌乗務のルート、車掌駅から出発すると説明が右と左あるんです。閉める方、あと電車が駅名を画面に正しい、間違ってだけど選択し、はい、まあこういう風に、ね、いつまでもなんか満開線が出てくるんでね、残り距離駅に到着して分かったか。それではこれが面倒くさいんですよ。で、まあ車掌業務はね、この山手線が最後で、この区間はパートが4つぐらいあるのかな。だからあと4回動画上げたら終わりになりますね。とじめ点信号65、次は小田原になりますね。小田原、次は小田原、小田原です。お出口は右側です。まあ電車で行こうといえば山手線なんですけど、山手線率が高いんですけどね。まあプレステ4版も山手線ですね。バス位置もそうですけど、走ろう山手線ですからね。まあ103系、205系、E231系、 E235系と、電車で GO シリーズ忘れますよね。103系はまあプレステ4版も走ろう山手線持ってればね、全然遊べるんですけど、プロフェッショナル仕様で103系運転できますよね。 231系はないのか。やっぱ走ろう山手線じゃないとダメだから、そうですね。205系103系は電車で GO シリーズで、電車で GO シリーズっていうかプレステ、初代プレステでね遊べるんですけど、64でも遊べますしね。ボタンだ、停車。はい、五反田の次は目黒ですね。まあ、ザ・山手線っていうね、あの音楽館さんが作ったねゲームもあるんですけどね。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線渋谷、こういうね写真を駅員の、駅員さんの声も入ってくるんでね、ちょっと閉めるタイミングが難しい。信号75ボタンだ、停泊。じゃあ目黒、次は目黒、目黒です。お出口は右側です。まあとうとうプラグアンドプレイもね、完全制覇に近づいてきましたけどね。まあ完全制覇って言っても結構ね、まあオーバーランしたりしてノーミスでクリアはできてないんですけど、まあ、で僕はね、山手線って言ったら205系なんですよね。205系は乗ったことがあるんで、うん、山手線って言ったらこれが最初ですね。103系は見たことないんですけど、昔は山手線もね、ラッピング電車とかしてましたよね。明治のあのチョコレートの色した山手線、これは U231 系だったと思うんですけどね。でもあんなところにエスカレーターの、ラッピング電車はね、結構でもイベントを、ラッピング電車ね、昔走ってましたよね、山手線も。イベント列車ね、まあ、JR 西日本はなんか全然イベント列車走らせなくなったとか、停車、イベントが少なくなったっていうのは昔に比べたら、ね、まあ尼崎の脱線事故にあってからなんかああいうイベントをやんなくなったっていうのはあります。なんか聞いたんですけど、2番線ドアが閉まります。スーツさんの動画で聞いたのか。ご注意ください。2番線、
渋谷新宿方面発車いたします。はい、OK、次は恵比寿ですね。閉じ目点信号65目黒発車。確かね、スープさんの動画で次は恵比寿、JR 西日本、脱線事故をきっかけに、なんかイベントが少なくなったっていうかね、イベントがなくなったって、イベントはまあ全然やらなくなったっていう、なんかそんなことから語られていましたけど、あ、でもなんか東、JR 東日本、そんなに。イベント列車とかなんかそのあんまりなんか昔に比べたらなんか少なくなってきたイメージありますけどね。まあ今こういうご時世ですからね、コロナウイルスもありますからね、あんまりイベント開催できないっていうのもあるんですけど、今日撮影日がいつだっけ、8月の17日、2021年の8月17日なんで、まあこの動画がいつ投稿されるのかわかんないですけど、まあそういった、ね、イベント列車、まあ蒸気機関車が走ったりもしてましたけどね。信号65、まあ僕が知らないだけでね、なんか珍しい電車がこの駅を通るとか、そういう鉄道ファンの方はね、そういうの詳しいね。相変わらずでも、あの電車の時刻表売れてるらしいですね。なんか時刻表は、ね、本が売れない時代でもなんか時刻表、あれは売れてるらしいですね。今ね、本も全然売れないですから。あれ、これも右側か。本が全然売れないんだよね。助かりますよね、駅の時刻表。ああいう時刻表も鉄道ファンの方はね、活用して電車を取りに行くんですかね。1番線ドアが閉まります。まあ僕はもうそこまでする情熱がないんですね。第一に朝を早く起きて電車を取りに行くっていう発想がないんですね。発車。次は渋谷ですか。渋谷ありました。次は渋谷です。お出口は左側です。まあ僕ね、野球好きで、まあ草野球とかも行ってたんですけどね、朝早くね、草野球行くために朝早く起きたりするんですけど、めんどくせえと思う時ありますからね。趣味の野球ですらね、一番趣味である野球ですらめんどくせえと思うことが多かったですからね。ましてや鉄道の写真撮りに行くって珍しい電車がまあ走るとしてね、まあ、野球だったらね、まあちょっと10分遅く出てもまあ試合開始には間に合うかとか、そういうのができますね。そういうのでちょっと家を出る時間変えることができますけど、鉄道ってやっぱそういうわけにいかないので、ね、珍しい電車撮りに行くって言ったらね、どうしても家遅れて出ると珍しい電車取り損ねちゃうとか、そういうのがあるんで、それに比べたらまあ野球見に行くとかね、草野球とかってまだ緩いですよね。信号55、これは左側か、じゃあ左、全然お客さん乗ってないけど、あの電車の中見えないようにした方が良かったような気もしますけど、まあいいですけど、お客さん入れても良かった気がしますけど、電車で合流上辺とかはなんかお客さん入ってますよね、いますよね、乗ってるんで、まあそういう感じで良かったのかなって思いますけど。
お、いい、いい、最近ドアが閉まります、ご注意ください。はい、注意。閉じ目点信号55渋谷発車。ご乗車ありがとうございます。山手線外回り新宿池袋方面行きです。次は原宿、原宿です。お出口は右側です。無料日に止まるんですね。信号75。山手線一周も大変だよね。これもう車掌よくだからね、まだ自分が運転するんだったらまだいいけどね、楽しいけど、ゲームでただ見てるだけっていうのもなかなか、なんかまあ斬新でいいですけど。信号90。なんか信号90珍しい。まあ90キロも出せないけどね、この電車でのゲームだと。山手線率が高いよね、電車で号シリーズって。山手線出なかったシリーズって、ああ電車で号3通勤編、ああそうですよね。信号65。ああでもプロフェッショナル2もそっか、案外そうだね。でまあ旅情編も違うしね、新幹線もそうですね。あ、プレステ2のソフトではないんだ。山手線出るダイヤってないんだ。案外ないんだね。まあ、ザ・山手線っていうね、音楽館が販売してるゲームありますけど。ザ・山手線って、あれは面白いけどね。あれこそリアルだ。あれはまあまあ売れたんですよね。で、ザ・京浜急行もまあ売れたんですけどね。その後がなんか売れなくて。なったんでしょ、そんなに売れなかったっていう。原宿停車。あ、右でよかったんだ、左側かなって思ったけど、右側ね。ここ覚えておかないとまたあれなの。あれは湘南新宿くらい。2番線のドアが閉まります、ご注意ください。次は代々木です。閉じ目点信号65原宿発車。代々木が変わりました。次は代々木です。お出口は左側です。制限解除。湘南新宿ライン215件もなんかあれなんだね、湘南新宿ラインで運用されてたんでね。それは分かんなかったですね。もう湘南新宿ラインって言ったらもう僕の記憶ではもう E231 系しか分かんないですね。211系が湘南新宿ライン運用してたっていうのはもう分かんなかったですしね。まあ、カイジヘンリーさんの方がね、コメントしていただいたんですけどね、そういったことをね、教えていただいたんですけど、全然記憶いないんで。まあ湘南新宿ね、昔は武蔵小杉って駅なかったんだよね。それができてプロフェッショナル2で武蔵小杉駅ってないですもんね。湘南新宿ライン運転できる台ありますけど。だから新川崎っていうの、新川崎の次もうどこだっけな、忘れちゃいましたけど、制限解除。武蔵小杉がない。武蔵小杉のあのね、南武線から湘南新宿ラインに乗るときの乗り換えが大変ですよね。結構歩くんですよね。乗り換えがね、ちょっと不便なんですよね。代々木停車。で次新宿です。はい、ドアが閉まります。ご注意ください。一
1番線ドアが閉まります。ご注意ください。ご注意ください。あ、ね、ぼーっとしてて。閉め点信号75代々木発車。次は新宿。ご乗車ありがとうございました。信号65。新宿はどこですか。あった。次は新宿。新宿です。まもなく新宿に到着です。ああ、そうですね。制限65。総武線も結構出てくるんだ。11は長いよね。11自体が全然ないからね。ボタンポチポチ押すだけだからね。写真ルームっていうのはまあ本当の車掌さんだったらこんなね、こんな簡単なもんじゃないですけど。この30センチ以内に収めるんですね。新宿停車、はい、OK。 業務完了という感じです。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。電車で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